白子神社は、現在の山形県米沢市上北二丁目にある神社。祭神は、ス結びの命、蟹山姫命。なお、神社名はこの地に、蚕が生じ草林が、雪のように白くなったことによるとの伝承がある。旧社格は、賢社。江戸時代の上海図より、旧名は、白子大明神とわかる。伝承では、和道五年創建とされる。平二年に、 では国国史の小野義春により社殿再建が行われる。略人元年に、領主の長井時広により修理されて、老い玉軍曹鎮守とされ、以後の伊達市時代にも推計され、文六年間に、ガムウジにより米沢城鎮守とされ、その後米沢城主となった、上杉影勝重臣の名尾江金継や上杉氏からも、引き続き米沢城鎮守として推計された。慶長三年には、 なおえ、江金次が、社殿修理を行う。米沢藩市か、上杉氏より、国高50国を配慮され、明暦2年には、境内での寄宿、伐木、摂政を禁止される。漢文4年に、上杉綱勝の休止による、上杉綱則の,の末期用紙相続で、米沢藩が30万国から15万国に、半減されると、国高25国になる。 元六六年に小一くらいとなると、上杉家天礼略史にある。明和四年に、上杉氏家督を相続した、上杉春則が、藩政再建を目指した大権を誓う欠判精神二通を奉建し、同じく市販米沢神殿藩の上杉勝る将及び、米沢藩の江戸家老である、色べてるザネも一通ずつ、同様の精神を奉建明治五年に社格が五社となるが、 大正6年の米沢大化により社殿消失、大正13年に再建される。昭和2年に社格を建社に昇格。江戸時代には別当寺を有しており、教法10年上改図には、神社南側に、明神別当大公院が見える。文化8年の絵図では、道地は、宝主寺となっている。なお、明治の神仏分離令により、別当寺と神社は分離されているが、 白子神社の別当時のその後は不明。ありがとうございます。